皆さんこんにちは。最近ド派手にはっちゃけて話題の演歌歌手の山川豊さん、その裏でプライベートに関する重大な異変が起きていました。約30年に及ぶ夫婦生活が突然終わりを告げたんです。いわゆる熟年離婚ですね、と関係者は語ります。1990年代に一般女性と結婚した山川豊さんは一男一女に恵まれ、都内一等地に豪邸を構えていました。私生活も順風満帆だったというのですが、一体何があったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2020年いっぱいでデビュー時から所属し続けていた大手芸能事務所ながらプロダクションを退所しました。デビュー40周年の前年から独立されたのですが、その後の多忙な生活の中ですれ違いが起きてしまい、離婚となってしまったのです。都内の高級住宅地に立つ豪邸は奥様に財産分与し、山川豊さんは現在ワンルームマンションで暮らしているようです。山川豊さんは演歌歌手の鳥羽一郎さんの弟で、1981年にデビューシングル函館本線がいきなりヒットしました。同年度にデビューしたアイドル歌手の近藤真彦さんや沖田博之さんらと、日本レコード大賞など年末の各音楽賞の新人賞を争ったことで有名です。中でも日本武道館で開催されていた日本歌謡大賞で優秀放送音楽新人賞を受賞した際に、デビュー前だった兄の鳥羽さんが警備員を振り切りステージに登壇して兄弟で抱擁したハプニングはお茶の間の感動を呼びました。その後も NHK 紅白歌合戦には11回も出場して、氷川きよしさん、水森かおりさんらも所属するながらプロの長男として長く活躍してきました。そして最後の一踏ん張りと、コロナ禍で一念発起して事務所から独立したのです。独立しても古巣への恩は忘れず、後輩思いの良き兄貴だったそうです。特に氷川きよしさんにとってはメンターのような存在で、彼が仕事で悩んでいた際にはよく相談に乗っていたそうです。山川豊さん本人は近年ヒット曲に恵まれていないものの、仕事の幅を広げ精力的に活動を続けてきました。近年は映画「守り」や「願い」で27年ぶりの映画出演を果たしています。同年9月には名古屋でのソロライブに地元の男性アイドルグループボーイズ&メンのメンバーと共演するなど、今まで以上に多彩な活動に励んでいました。その極めつきが2023年に市政80年目を迎える愛知県豊川市 PR 活動でしょう。同市から豊かな山、豊かな川、豊かな豊川をイメージしたく、ぜひ豊川豊かに改名していただけませんでしょうか、とダジャレ絡みのオファーを受けると、山川豊さんはデビュー41年目、僕自身もこの辺でアピールしないといけない、やる以上は中途半端ではやりたくなかった、豊川市の PR が全国に広がっていけばいいな、と快諾しました。10月から同市の公式 YouTube チャンネルで公開された PR 動画には、豊川市が出荷量日本一を誇る名産バラをイメージしたピンクのリーゼントカツラをかぶり、金ピカのジャケットを羽織ったド派手な格好で出演したことは記憶に新しいところです。もともとセーラー服姿で森まさこさんの先生をカバーしたりとノリの良い方でした。この時の装いは独立して身軽になられたことも一因かもしれません。仕事は順調に見えるだけに、裏でひっそりと熟年離婚していたことは気がかりなところです。独立後は長男がマネージャーとなっているといいます。離婚の理由はいわゆる不倫や金銭問題ではありません。夫婦で今後について話し合った末の円満離婚で、家族仲については今も良好だと聞いています。豪邸を奥様に渡したのも山川豊さんの決断でした。もともと東芝 EMI の社員契約から歌手デビューを勝ち取り、売れない頃にはプロボクサーのライセンスを取るなど苦労人であり努力の人でした。お金より大事なものがあるというスタンスのため、財産分与も太っ腹だったようです。大物演歌歌手なのに選ぶらず、人格者、業界には彼を支援する人も少なくありません。離婚や財産分与について山川豊さんの事務所に聞いたところ、山川豊と元配偶者はご質問をいただいている財産分与のことも含め円満な形で離婚に至り、
現在も行き来をしているなど、今も双方がお互いを認め合う関係を続けていますと回答しています。独立、離婚で環境を新たにしたベテランの再ブレイクはそう遠くないかもしれません。そんな中、肺がんの治療のため2024年1月から活動を休止していた山川豊さんが2024年3月15日、4月から歌手活動を再開することを公式サイトで発表しました。現在も治療中だそうですが、経過は順調で、治療を続けながらステージに立つといいます。山川豊さんは昨年11月に定期検査でがんの疑いが分かり、12月に精密検査で肺がんと診断されたそうです。1月に皆様の前に必ず帰ってきますので、しばらくの間待っていてくださいとコメントしていました。山川豊さんが発表したコメント、全文は以下の通りです。皆様にご心配ご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます。公表から今日までたくさんの方々に温かい励ましのお言葉をいただき本当にありがとうございました。現在も治療中ですが、皆様の前で歌えることに感謝し、これからも頑張ってまいります。引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。山川豊とあります。一方、2018年3月1日、山川豊さん当時59歳が公演先の徳島阿南市内で車の追突事故被害に遭っていたそうです。関係者によると、同年2月25日午後7時20分ごろ、山川豊さんの乗ったハイヤーが信号待ちをしていた際、主婦の運転する普通乗用車に追突されたといいます。事故当時は雨が降っていて、主婦がブレーキを踏んだ際に足元が滑り、アクセルペダルを踏んでしまったというのが原因でした。車は損傷しましたが、山川豊さん自身には外傷も痛みもなかったので、そのままにしていたといいます。翌日に帰郷後、首に若干の違和感を覚えて病院で検査を受けたそうです。所属事務所では日常生活に影響はなく、28日には都内で歌唱キャンペーンも行っていますと説明していました。心配しているファンをねぎらいながら、ステージ復帰ということで一安心といったところです。ここで山川豊さんの生い立ちを簡単に触れておきます。山川豊さんは本名を木村春治といい、1958年10月15日生まれ、三重県の出身です。1981年函館本線にて歌手デビューを果たし、日本の演歌界に颯爽と現れました。同じく演歌歌手の鳥羽一郎さんの実弟です。鳥羽一郎さんは山川豊さんより1年半後の翌1982年8月に兄弟船でデビューしました。前述の通り、1981年2月のデビューシングル函館本線がいきなりロングヒットを記録します。同年度にデビューしたアイドル歌手近藤真彦さんらと音楽新人賞争いを繰り広げ、1981年末の第23回日本レコード大賞新人賞など数々受賞しました。歌手デビューから5年後の1986年末に第37回 NHK 紅白歌合戦へ念願の初出場を果たしました。それ以降も2005年末の第56回 NHK 紅白歌合戦まで過去11回の紅白出場の経験があります。高校を卒業後、職業訓練学校を経て自動車の整備士として、地元三重県の鈴鹿サーキットで勤務していた時期があったといいます。山川豊という芸名はもともと橋幸夫さんの敏腕マネージャーとして知られた人物の名前で、その名前を受け継いだものです。マネージャー山川豊さんは元祖御三家時代の橋幸夫さんを支えた人物で、業界の名物男として名を馳せ、数知れない伝説を作ったものとして知られていました。その山川豊さんが飲みに行った先で足を滑らせ、階段から転落して頭を打って亡くなってしまいます。彼と一緒に仕事をしてきた業界の重鎮の方たちが、新人をやるにあたっては、ぜひ彼の名前をつけて残してあげたいとして、当時20代だった木村春治さんに申し入れ、山川豊の芸名でデビューすることになったという経緯があります。山川豊さんの生まれた三重県鳥羽史跡郷町はゴジラが日本に初上陸した石郷漁港があります。昭和29年の映画に登場した第一作のゴジラが公開され、
その石橋町に4年後に漁師の子として生まれた山川豊さん。太平洋に面して有名な海女さんがアワビ、サザエ、伊勢エビと、今は高級料理の一つになったアワビ、伊勢エビを素潜りして息を凝らして獲物を捕らえていたそうです。漁師の子として幼い頃は漁師の真似をして漁港で竹を切って釣り竿にして魚釣りの魅力を幼い頃から感じて育っていたそうです。鳥羽史跡郷町は三重県の突端にあり、漁業の盛んな鳥羽市に出かけるのに陸の孤島と言われ、定期船が1日3便しか通っていなかったそうです。小学校に通う道が狭く、道路ができるまで陸の孤島だったそうです。両親は海が職場で、父親が陸に上がると定期船で市内の競輪場へ行き、現金がなくなると自宅をかけて負け、実家を失って納屋で寝泊まりしていたといいます。その後もギャンブルを続け、自宅は賭けごとに勝って取り戻したという逸話があります。それだけ父親はギャンブルが好きだったということです。母親は夜明け前から海に出かけ、午後は畑の仕事をこなしていました。村全体が海に畑にという生活でした。山川豊さんには両親に遊んでもらったことが記憶にないといいます。父親が遠洋漁業に出かけていた時は、兄の鳥羽一郎さんが父親の代わりだったそうです。家庭はあまり裕福ではなかったそうです。小学校の給食費1000円が払えない時期があったと述べています。山川豊少年はひどく貧乏な家庭だと思ったことが原因となり、早くお金を稼いで母親を楽にしてあげたいと子供の頃に思ったそうです。自宅が海に近く、海がおやつの宝庫で、夏は海に潜ってアワビを取っておやつ代わりに食べていたそうです。いかがだったでしょうか。今回は山川豊さんの病気や私生活のことについて調べてきました。山川豊さんは2022年8月に約30年連れ添った奥さんと離婚していたことが分かりました。奥さんのお名前や画像は公表されていませんでしたが、年齢は山川豊さんより一回り若い50歳くらいだと考えられます。山川豊さんにはお子さんが2人いらっしゃいます。長女が29歳、長男が26歳で、どちらも自立しており、長男は山川豊さんのマネージャーも務めていることが分かりました。離婚しても家族仲は良く、離婚理由をはっきり明かしてはいませんでしたが、円満離婚だったそうです。熟年夫婦となり、お互いそれぞれ新しい道に進むことを決めたのでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。